はい、どうもしゅんやんです。バカサスペンス続きからやっていきますよ。あと2個やったらだなんつうの終わっちゃうっていうのがちょっと寂しいよね。うん、こんだけ楽しませてくれたゲームだからね、うん、続き出してくれないかなとか思ったりしてます。うん、何回うんって言うんだよって感じだよね。口癖なんだよね。はい、じゃあ次の愛憎のフィナーレが終わりましての友情のきっかけトリガーだね。授業に向かったアホだ。しかしその授業は深夜がやたらとアホダ君に執着している理由がここでわかるんだろうね。彼が一体何なのか、ホモなのか、本当にただの友情なだけなのかってとこ。はい、友情のトリガー。ててん、あ、違うね。キンコンカンコン。俺はアホだ。アホだ、名前だ。え、何これ、底辺大学。あ、すごい底辺みたいな名前だね。環境学部の1年生、留年だ。留年してんのかい。授業が始まって5分、俺は帰るか悩んでいた。ああ、やっぱりサボろうかな。そんなんだから留年すんだよ。入学して早1年、うかうかしているうちに完全に友達を作り損ねてしまったのだ。うわ、これ辛いやつだ。窓際族やだね。頑張ろうな。違う、俺はあえて作らなかったんだ。だって俺は群れを嫌う一匹狼。うわ、もう負のスパイラル。でもわかる、やっぱね、最初に友達いるかいないかでね、スタートダッシュ違うよね。最初にさ、知ってる友達がいればさ、そこから輪を広げられるんだけどさ、やっぱいきなり一人でね突っ込んでいくってなると友達できないよね。シュヤもコミュ障だから厳しいと思う。ということで本日はグループ授業を行います。グループ、待てよ、これ一人余る流れじゃん。やだね、嫌な流れだね。グループが作れない人は手を上手を上を上げてください。これちょっとごじってるかな。手を上に上げてくださいかな。どうする、どうする、このままじゃ晒し者。あー、もうどんどんグループになってるよ。あ、もう一人来た、一匹狼が。そういうことね、こっから友達になったんだ。お、あいつぼっちじゃん。いかにも友達いなそうだし、失礼の極まりね。俺が声かけてやるか。お前何様だよ。おい、お前誰だ。貴様は、貴様、俺はアホだ。お前は、お前じゃない、深夜だ。アホとアホがなんか争ってるよ。あのさ、組むやつがいないんだろ。だったら俺と。断る、定員オーバーだ。何、え、いやだってお前一人じゃん。俺は一人グループだ。お前何言ってんの。お前じゃない、深夜だ。そこのグループ静かにしなさい。怒られた、シーンとなってるよ。そんなこんなでメガネ男とグループにされたけど、授業の大半はあんまりというかほぼ無言だった。あれ、まだ全然喋れてないんだね。一体何がきっかけで友達になったんだろうね。実にくだらない授業だった。は、おい待てよ、明日グループ授業の発表あるんだぞ。ちょっとくらい話を。これ以上何を話すことがある。何も話してねえよ。まあいいや、海をきれいにする方法考えとけよ。貴様が勝手に考えろ。海をきれいにする方法か、難しい題材だね。お前な、そういう貴様は何か案でもあるのか。おい深夜、お前それ本気で言ってんのか。アホだだぞ、何もないに決まってんだろ。イカレットなら簡単に海をきれいにしちゃうんだけどな。わけわかんねえこと言いやがって。は、俺はこの後用事があるのでな。さらばだ。あれ、イカレットの話に食いつかなかったね。もしかしてあの深海戦隊か。好きになったのもアホだの影響なのかな。あ、おい、しょうがない、明日の授業5分前に考えよっと。5分前に考えんなし。さて、授業の後はもちろんサークルにも入り損ねたしか、予定もない。帰りにキノコの村でも買って。え、どうした、はがはー、はなんだ今の声。え、メガネ男、カラスにめっちゃつつかれてますけど。やめろ、このクソ。クソとか言うなし。お前、何してんだよ。知らん、ちょっとカラスに話しかけただけだ。なんでカラスに話しかけたんだよ。多分カラスをバカにしたんだろうな。その意思が通じちゃったんだね。まあいい、今助けてやる。何、ここでゲソードを振り回す。ゲソードなんて持ってんの。ゲソード振り回そうか、持ってるならね。ブン、この BGM ね。必殺ダークフレームゲソード。俺はがむしゃらにゲソードを振り回した。これ深夜に当たるんじゃ。俺はそら、あっちに行け。バサ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 。あ、大丈夫だった。ふぅ、なんとか追い払えたな。大丈夫か。なんだお前、いちいちかっこつけんなよ。なぜ助けた。はい、友達を助けるのに理由がいるのか。あ、なんかここのセリフあれじゃない、友達会いに行くのに理由がいるのかみたいなこと言ってたよね。なんだっけ、女の子振っちゃった時、名前忘れちゃった女の子の。いや、しずくちゃんだ、しずくちゃん。友達、あ、やべ、またなんか小言。俺と貴様がか。
ああそうだよ。まあ嫌なら別に。貴様の言っていた海をきれいにする方法だが、おっとここで、え、ああイカレットのこと。その話もっと詳しく聞かせろ。え、ああもちろん。俺の家で DVD も見せてやるよ。これがきっかけで深夜と話すようになり、あ、そうなんだ。入学2年目にしてようやく友達と呼べるやつができたんだ。ま、今でも友達と呼べるかはわかんないけどね。なんか意外とまともな話でびっくり。あ、ノベルゲーなんだね。ってことはもうエクストラ2行こうか、このままね。飲みサークルのバースで、なんでだろうね。どうやって生まれたのかってのが気になるね。なんかみんな相まみえないような感じな気もしなくもないけど。いや、相まみえるか。バカバカだもんな。はい、またキンコンカンコンかい。今日の授業もチンプンカンプンだったな。深夜と友達になってから2週間。やつがいない今日は放課後の時間を持て余していた。帰ってキノコの村でも食べるか。ほんとキノコ好きだな。タケノコも美味しいぞ。お、そこの君、サークルに入らないか。ヒカルくんだっけ。駐輪場にやってくると、怪しい笑顔の男が生徒をサークルに勧誘していた。大丈夫、ずれてない。もうそんな季節か。日々の小さな発見サークルなんだけど、入らない。おい、ひでえこいつ。何それ、クソじゃん。そこの君はどうかな。日々の小さな発見サークルなんだけど。はい、バレてる。ハゲってバレてるよ。どけよハゲ。僕はハゲじゃない。なんか大変そうだな。ま、俺も絶対あんなサークル入らないけどね。あ、そこの君。あ、これ入るしかないって。やべ、目をつけられた。俺はいいです。ま、別に忙しくはないし超暇ではあるけど。ごめん、君じゃなくてその後ろの。なんだと。なんで俺はするんだよ。あはは、冗談だよ。ごめんごめん。僕はヒカル、このサークルの部長というか。え、何、まだサークルにもなってないっていうか。あ、設立前なんだね。そういえばバースデーって書いてあったもんね。ダメじゃんそれ。うん、設立には最低でも7人必要なんだ。7人って結構多いよね。そうっすか。あ、じゃあ頑張ってください。はい、まだサークル名も言ってないよ。あー、来たー、しずくちゃん可愛い。ヒカルさん、無理にお引き止めしてはいけませんよ。はぁ、Are you my angel? 言い方よ。ああ、紹介するよ。こっちはしずく。彼女もうちの。今日から一員になりました。アホだです。もう勝手に会員に入りやがった。え、まあ嬉しいです。よろしくお願いしますね、アホださん。ふぅ、これ看板娘のおかげだな。俺の青春来たー。あはは、入ってくれるんなら歓迎だよ。これで7人目です。やっと設立できますね、ヒカルさん。あ、深夜はもう先に入ってたんだ。あ、他のメンバーは揃ってるんだ。うん、今部屋に待機してもらってるから早速案内するよ。マジっすか、ワクワクしてきた。どんなサークルでもいい。うん、しずくちゃん、君がいれば。いや、結構可愛い子尽くしよ。じゃあ改めて紹介するよ。僕たちのサークルは日々の小さな発見サークル。おお、来た、赤木大好き。なんなんなん、はい、そんな長ったらしいサークル名流行らないのさ。入っておいて、何言ってんだこいつ。赤木は何か案でもあるの。天使と紳士のデュエットサークル、どうだいしずくさん。名前長えし読みづれえし。こいつしずくちゃん目当てだ。ああ、出た、バナナがいい。桜かわいいよね。それはサークル名の提案。桜、考え直して、このサークルで本当にいいの。あ、ずっと過保だったんだね。ずっと面倒見てたんだね。ここ楽しいよ。お、可愛い子他にもいるじゃん。ぶっちゃけサークル内容とかどうでもいい。どうでもいいとか言ってやんなし。早く女子たちと仲良くなるには下心よ。んと中には赤木を排除する。あ、これで飲み会サークルになったんだね。略して飲みサーか。あー、そうだ、君もサークル名を思いついたの。そうじゃなくて、日々の小さな発見サークル、縮めて飲みサーって呼んだら覚えやすいよ。どんくさそうだ君、ナイスあんじゃないのかい。うるせえ赤木、黙っとろお前は。赤木にだけ冷たい俺ね。お酒が飲めるなら妥協してあげてもいいわよ。みんな酒目当てか。いいね、俺も混ぜてくれ。ここまで来るとかえって潔いね。それじゃあ飲みさーの誕生を祝して、俺たちの飲みさー始めようぜ。あの、え、どうしたしずくちゃん。あ、どうしたのしずく。あとお一人はどちらにいらっしゃるのでしょうか。そうだ、まだ深夜がいない。え、アホだね、7人目のはずじゃ。さっき一人演劇サークルに移ったわよ。あら、あ、残念だな、せっかく設立できたと思ったのに。あ、深夜まだいなかったんか。そんな、このままじゃ俺の飲み会でしずくちゃんと仲良し計画が。いや待てよ、一人だけなら。
人だけなら果てがある。それで誘われたのか。君の知り合いが入るってことかい。まあ小田さんって頼りになるお方なんですね。うわ、そんなこと言われたらもう調子乗っちゃう。雫ちゃんが笑ってくれた。よかった、これで改めてサークル設立だね。もう勝手に深夜入ったんだね。皆さんよろしくお願いします。それじゃあみんな、俺たちの飲みサー始めようぜ。こうして俺たちの飲みサーは誕生し、俺は深夜の名前を勝手に名簿に書いた。なんてやつだ。もちろん深夜を誘ったのはその後のお話。あーでもこれのせいでしずくちゃんは振り向いてしまったんだね。どんまいアホだ。これでも結局振られているから、しずくちゃんももしかしたらワンチャンアホだとの恋愛もあったりするのかな。はい、ということでバカサスペンスこれで終わりとなりますね。すげー短くなっちゃったでも楽しかったですねこのゲーム。もうね、寂しいな終わっちゃうって思うのが。またほんと更新してほしいんですけどね。グローバルギアさん出したゲームの更新ってあんまりないですよね、シアの記憶が正しければ。だからね、超 SOS とかもね、そっちのゲームもね、更新してくれたら嬉しいのになとか思ってたりもいたします。はい、うん、ほんともうこれで終わりです。それではシアンでした。またね。あと今バカサスペンスと同じグローバルギアさんの出してる会社で、監禁中っていうゲームの実況もやっておりますので、そちらも見に来てくれたら嬉しいです。それでは今度こそ、またね。